それギルドキング。こんにちは、メモです。ありがとうございます。よろしくお願いします。お願いします。はい、今回は久我祐馬使っていきたいと思います。どうすか、こいつ。俺は、なんか、丸いキャラだなって。でまあ、だから、そう、俺らが言う丸いキャラよね。すべてが強いからっていう意味の丸ね。丸がでけえ。丸がでけえ。ちっちゃい丸じゃないよって。そう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 。大きい丸だよって。なんか、まずスピアも腐らんし、そもそも浴び対応もあって、さらにワンパンできるところではできてしまうっていうね。なんか全てを丸くこなすんだよ。いろんなことをやってくれる、本当に。そう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 。だからその決して弱いところが見つからないっていうね。まあ松井和夫的な感じかな。野球してるやつしか分からない。だからね、打ってね、投げれて走るんだよ。そうそうそう、打って守れて走れるみたいな三拍子揃ったキャラっていうイメージです。じゃあ早速使っていきましょう。はい、おお、月読みゼロいきましょう。6持ってるんで、ウォーミングアップで軽くね、しまきたいと思います。だろう、来たから、うん、サクサクいこう。よで、これでね、ギミック対応がもう3つなんですよね。ダメを魔法陣ブロックで、友情ブーストにカウンターキラーで、カウンターキラーの、コピー、こやつがね、あの茨城ブーストのコピーが、そう言ってなかった、カウンターキラーするあ、ごめんなさい、友情ブーストのコピーが、茨城以来っていうところなんで、ポイント高め。この組み合わせと2対1、そう、この組み合わせ一生腐らないんだよ。本当にそうだ、一生腐らないってずるいよな。友情ブースト M とか L とかね、主流にならない限りは、ね、限りはね、スピードアップが M とか、スピードアップ L とか出てこない限り、まあ、その辺の上位互換が出てこない限り、まあまあ腐らんやろと。一生腐らんから強いよね。常にその最先端を行ってるってことだな。常に火力上がってる友情を打てるわけでしょ。そう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 。なんだかんだ今でも茨城とか強いからね。だからこいつも長く活躍できそうだねって感じはしてる。でキラーに、キラー持ってて SS がまあワンパン系なんで、悪いところが見つかりません。いや本当にね、本当に悪いところが、ね、見つからないから、こいつは強いっすね。丸く強い。今回一番評価してる人もいるんじゃない？この性能はね。そうだね、引きたい人一番多いんじゃないかな。一番多いと思う、まあ、特にさ、リヴァイとかキリト持ってない人は1枠欲しいって思ってそう。前室とかと一緒で、SS もボス拡張っていうね、この拡張がでかいよね。ワンパンの中でもすげえ扱いやすいよね。そうそう、キリトと一緒、一緒で、キリト全一と同じ系統だから。で、その弱点の場所を気にしないって部分ではキリトよりも打ちやすい、っていう特徴があるのがこいついいところね。一旦だからいいキャラよね。だから本当にバカにすることがない。いつもバカにしてるところ探してるわけじゃない。いつもバカにしてるところ探してるわけじゃないですけど、で本当に、誰にでも好かれる句が。パッと見、あ、杖はあって誰もが思う。そうそうそう、もうパッと強いってわかるんだよね。わかりやすいよね、カタログステッカーから。使ってみなきゃわかんないってことではない気がする。だね。まあ、問題は、まあこの、こいつでどこをワンパンできるかが一番やっぱ気になってるんじゃないかな。そう、どこを楽にしてんのかなって。だからそれをなんかやっぱ見つけていきたいよね。そうね、こいつが一番楽じゃんってステージもさ、存在は今あるのかどうかっていう話だよね。うんうんうん、こいつがナンバーワンのステージ、それを見つけたい、とりあえず。じゃあいきますか。カウンターキラー乗ってないね。行けますか。 4P 入れるとか、うん、ちょっと雑誌でしょうか。これやらけ、回復してくれるから。
単に雑魚勝利して嬉しいですね。カウンターキラーもこれ乗せなきゃいけないっていうのはそうだった正面どうかもしれないな。そうだね、どうしても自動的なキラーだから。そうそうそう、だからお、4のもらったね。でもらってるんでこれでいきたいと思います。最初とはい、これでいいかな。キラーも入ってて、おクリティカルはちょっと余計だったけど防弾させて一気に削って友情も出てるもん。おー、ちょっとカウンターキラー乗せるのが面倒だったけど、こういった感じでまんまにできるキャラなんで普通に強いのに、うん、他も行ってみましょう。はい、金剛夜叉でも行きたいと思います。 GO! 金剛夜叉怖いけど、ちょっとこれまた手しない。まあ、真横でもいいか。真横ループがいいかな。真横ループにするわ。 OKOK。 はい、それちょっと、おい、意外と殴ってる。やろ、怖い怖い怖い、止まれ止まれ止まれ。いいループいいループ、いいよ。おーい、どうだこれ。おぉはぁ、おー、なるほどね。ちょっとカウンターキラーのせるのがやっぱりちょっと大変だったな。あー、やっぱそうなんだ。うん、しっかり周りの雑魚処理しなきゃいけなかった。はいはい、21石来ました。くわー、さっき1回やったんですよね。さっき1回やった感じだと、ユニット触れてさ、ボボボボボーンって言って、あの弱点についてるドクロ倒すじゃん。一切ダメージ取らなかったから、さすがにそのモーションなしとかだったらね。だからまあとりあえずベイカーズで露出してボス2で打ちたいかなって感じがしたね。なんかボス1だと弱点が左右なんで、なんか1がちょっとどうなんかなと思って、結構威力が出たけどね。はい、とりあえずやっていきたいと思います。はい、カース、これだったらスピードアップが便利っていうね、このステージ。僕のあのベイカーズ、超スピードじゃないんで、今みたいにスピードアップ使いながらクガは周りなのかなとか思ったり、その代わりちょっとヒラメはね、増えるんで、まあ、注意っつーか、ご了承くださいって感じだな、そこは。で、これもね、リュージをスピードアップしてね、殴っていけば余裕ですよ、的な的なスピードアップを生かす立ち回りまあだからスピードアップは絶対腐らないよ、うん、ここでもめちゃめちゃいいと思う。スピードアップもしたことないかもしれないね。言うて21をさ、できて言うて少ないわね。少ないっつうか、なんかうーん、楽にはなってないじゃん、死ぬほどベイカーズぐらいじゃん。うん、超スピードベイカーズでまあ今耐えてるよって人多いんじゃないどうにかみたいな、どうにか耐えてる人多いと思うんですけど、まあここにクガが入ってくるかどうかだね。クガはやれるのか。さっき位置が悪いね。アトランティスとユージョが下に位置し、下で、ね、上に。これ下がります。下がっていきましょうか。このロクロに通らなかったから過激、まあ2過激かな、2過激速殺。どうですか、貫通か。あ、入れなかった。来ました。まあ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 、やばいな、あと3ターン。
足りねえか。まだ怖いやん。で、これ怪我取らないから。ちょっとまずいよ。まずいな。まあ、でもコピーが浮かせ、あ、遊具、これ遊具通るのかな。これ遊具強い。寝とるあいつ。あ、ほんとだ。すやすやしてんな、おい。すやってるね。で、これで倒さなきゃいけなくて。倒さなきゃいかないので。下がってくればいいかな。怖い。怖いっすね。いけるか。よし。オーケー。すやってくれたから。すやってくれてた。うん。危ねえ、危ねえ、危ねえ。今のはいろいろやらかしましたが、なんとかできました。で、まあ中ボスよりは、うん、ボスでどうかな。 SS はもうたまらなそうなんで、これもだってさ、スピードアップ生かしてもね、実質俺は超スピードだぜ。デカズ。デカズ。実質俺は超スピードっていう感じができるよ。あとボーダー高いんだからね、こいつは。あの他のあの霧とか受けづらい。ああ、それは確かに。同種族がさ、いないじゃん。多分ここに他連れてかないでしょ。まあないやろうね。こいつ4もないでしょ、だって一旦ここは。まあ、そういうメリットもあるよ。そう、ボーダー隊員なのがさ、なんか、なんか良くもあり悪くもあるよ。まあ2で言うとシナジーのところはちょっと受けにくいかなってところあるしね。なかなかそこは難しいところなんですけどね。コピーだから、あー、ダメだな、これ1回ですね。これスピードアップいけるんじゃないですか。スピードアップ、スピードアップやっぱありがたいね。ここに、ここではリアルに。でもいずれまあパスカルみたいなやつがここ出ると思うんで。いや、多分ね、出る。出るよな、出るよ、どっかで。ここのパスカル。ここのパスカルでやってるんだよ。いよいよだね。いよいよだよ、ほんとって。パスカルマジひでえもんだろうな。あれひでえもんね。でもこんな壊すのはなかなか難しいからね。相当攻撃盛るからね。まあどうやって壊すって言われたら確かに難しいかもしれない。難しいと思う、ここは。やばいパスカルみたいな感じかな。やばい、うん、なんかマオキライエルかな。だろうな。マオキライエルじゃない、こう壊すの。そうだろうな、多分。ダミオブロックマオキライエル。未属性。普通に殴ってれば倒しちゃうような、うん、火力になっちゃうんじゃないかな。まあそうなるだろうね。はい、ボス戦来ました。なんか普通にありな気がしてるな、今のところ。そのクガ自体がそんな悪い、まあ超スピードだとさらにいいからね。あの悪いとこない。キャラ少ない人は絶対最後はありよりな気がしてるけどね。次で撃ちます。それか危なかったら撃ちます。ここもさ、全然死ぬリスクがあるからさ。どこでも死を意識させられるのが21だから。普通に難しいよ、まだ。ね、普通に難しい。反射は上だからね。少ない。ベイカーズ、アトランティア。アトランティアも最近ね。って言っていいのかな。まあ、まだ半年経ってないから。で、ユージを。限定祭りだもんな。ベイカーズいないと死んでそうっていう。いや、ベイカーズに助けられてる民は多いね。ここは、ここは。一旦。
っかくだし使うか。スピードアップしようぜ。おー、ハマりたいところにはハマれなかったけど、まあよし、これはもうこれスピードアップなんで便利よ。ここでは相当便利でしょ。こういって OK、 外した時くがれ。なるほどね。そう、まあ今ちょっと外れたらクガが戻ってきて、ね、クガ開幕だけどどうしようかな。弱小だな。打ってみるか。どうね、これ気軽に打てるのがいいもんね。カウンターキラーは戻ってるよね、まあ、一応なんか雑魚処理しながらとか雑魚処理意識しながら打ってみようか。これボスかやっぱ必中なんで保険に雑魚処理とかもできるのは偉いよね。あーいいな。ね、偉いね。偉い偉い普通に。でこれどうなるかって話。あーなるほどね。なんか緊急回避にはなりそう。うん、とりあえずやばい時に当たっとけば、ね、まあまあまあ終わるんじゃないかなってぐらいの火力はあるな。はい、訓練所のアリア来ました。どうなんですかね。まあどうなんですかねこれ。どうなるんですかね。まあちょっとね想像もつかないですね正直。とりあえず剣を2個踏んでみます。ボス必中なのがやっぱりこいついいんでね。それ生かしてフライショー2踏み。なんかボスやる心配はないね一旦。あーそれはそのリヴァイとリヴァイと違っていいところ。あとキルトよりも多く踏める。お？どうだ。おお、やっぱやるか。まあ、もうアリアかわいそうやな。アリアはなんかもう本当心も体もズタズタだね。ワンパン枠にワンパンされ続けられてるっていう。とりあえずあの訓練所にもあるし、あのサンドバッグにされまくるっていう。ビーラとアリアは、ビーラからのアリアだよな。アリアだな。ボデツはもうネクストビーラってことでいい。はい。ってことで、ガイウーマン使ってみたわけなんですけど、まあ SS のワンパン性能はまあ使えるところは使えるのかな。それからちょっとカウンターキラー乗せるのが若干難しいところはあるかなって感じはした。ステージによっては、うんうんうん、その代わりそのコピーとスピードアップと異常ブースト、これは非常に便利だなっていうのを感じましたね。こっちメインで使っていくことが多いかもね、 SS おまけで。あ、なるほど。正直、うん、なんかカウンターキラー乗せに行くのがちょっとステージ選びまくるかなとは思う、うんうんうん、まあアリアとかだったら良かったけどね、そのワンパンするっていう役目だったら。だけどそれよりはこのコピーとこのスピードアップを活かせるステージで使った方が有意義だったなってイメージ、まあ、こいつ自身が超スピードにもできるし、なんかワンパンにとらわれずこいつはね、こっちのコピーとスピードアップを生かしたで、おまけでワンパンもできたらなみたいな感じで使っていければいいんじゃないかなと思いました。アビタイオも広いしね、そもそもダメオブロック、魔法陣、魔法陣持ってない偉い、はい、ってな感じで。クアユーマはね、まあワンパンにとらわれずね、普通にそこら辺も強いよっていうのをね、はい、皆さんに伝えたかったです、僕は。伝えたかった、できなかったみたいな言い方。できたじゃないかな。21は実際ありな気がしたじゃん。ありな気がした。俺は実際あのスピードアップだいぶ役に立ってたんで、そのまあワンマンはできなかったけどね、まあ21を壊すのはなかなか難しいからね、うん、だけど普通にカウンターキラースピードアップっていう部分で強かったかなって21で感じた。ガジあそこレギュラーにする人もいるレベルなんじゃないかな。ちょっとヒラメも増えちゃうけど、うんうん、ありなラインな気がした。うん、はい、ってな感じでガユーマはこんな感じで使っていきました。とてもいいキャラだと思います。やっぱ強いですね今回の
ワートリコラボのキャラは。はい、みたいな感じで。以上です。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ。